国木田春子8月7日から1962年12月22日は明治から昭和時代にかけての女性。小説家、本名は治国木田独歩の妻、夫の没前後の約10年間小説を書いた。江本正忠と米戸の第一子として東京市神田末広町に生まれた。正忠は旗本の三男で、 士官学校で図画を教えたこともあった。1888年、家が麹町一番町へ移り、富士見小学校に入った。1895年、16歳の時に、父、正忠が没して、江本家の子子となる。1898年、19歳で林家の下宿人だった国木田ドッポと結婚した。ドッポは再婚であった。貧しさの中で、 転々と引っ越しながら、1899年に、長女、貞子、1902年に1月に、長男、虎を、1904年に次女、緑を生む。1902年、ドッポが職を得て、暮らしが落ち着き、23歳の春子は小説を書き始めた。ドッポの愛人が同居するなど家が乱れたが、ドッポは1908年に没死した。その3ヶ月後に、次男、 鉄次が生まれる。1911年、32歳で、政党の参助員となり、総監号に、猫の飲みを乗せた。1912年から1918年まで、三越の食堂部に勤め、また生け花を教えて生活費を稼ぎ、約10年に及んだ、分泌活動からは遠ざかった。晩年を、次女、柴田緑方で過ごし、1962年に没した。 貧乏暮らしに愚痴一つ言うこともなく、ドッポに尽くし、周囲からその良才ぶりを褒め称えられている。ドッポ自身も、極めてあまりに忠実なりと書き残している。隠れの印の後ろは、再版や文学全集への収録など。没後、編集者、国木田ドッポの時代、黒岩久子、角川学芸出版、2007。ありがとうございます。